こんばんは、えだちゃんです。ですね、今回は、プレゼントの、動画ですね。なりわのチャンネルさん。70歳の YouTuber の、なりわのチャンネルさんの、チャンネル登録200名突破記念プレゼントってやつで、抽選で何名様に、プレゼントを、差し上げますっていうんでね、ちょっとね、応募してみたんですよ。そしたら、なんと、何人かね、1から何番だっけ、4番だか5番だか、番号振ってあって、そこに今、コメント欄で応募するんですけど、何人かいた中からね、こう、くじ引きやってるね、動画もアップされてたんですけど、なんと当たりました。倍率高かった私の商品。それで、最初ね、気づかないで、他の YouTuber さんが、まあ、あのね、えだチャンネルさん、なりわさんのチャンネル、プレゼント当たってますよって言ってメールが入って、で、慌ててね、応募した。よかった、応募期日、遅れてたら、あれですよ、もらえないとこだった。それなんで、ですね、まあ、中身は知ってるんですけど、ちょっとね、開封してみたいと思います。はい、開封してみました。なんかね、すごい可愛い袋の中にまた厳重に梱包されてるわ。よいしょ。中身はですね、これ、フライングタイガー行ったみたいなんですよ。それで、ちょうどね、欲しかったなぁと思ってた、この可愛い、クリップ。ちょっと伝票を止めたりするのにいいかなと思って、あと、何これ。ファイルっつうのかな？ファイルだ。書類ファイル。これもね、ヤフオクとか、私ネットオークションやってるんで、伝票とかを入れたり、ちょっと住所の、書くね、ちょっと住所書くメモっていうか、社番号してあるメモがあるんですけど、ほら、かわいいでしょ、これ。すごい色分けされてる。すごい、これめっちゃめっちゃ助かる、私みたいにね。このネットオークションも、やってる人間にとってはもうね、あちこちに付箋ともうメモが散乱してるんですよ。メモがね、散乱してるんですよ。それでね、すっごい助かります。本当、なりわさん、ありがとうございます。まさかね、当たるとは思いませんでした。とですね、こちらはね、多分、お手紙かな？お手紙ね、ちょっと、ここではちょっと公表できませんので、後でね、読ませていただきます。本当に、どうもありがとうございます。とね、今日はちょっともう、顔出し配信はね、ちょっと、この前みたいにツイキャスやってて、ほんと疲れ切ってるので、今日ちょっと顔出し配信やめますね。ツイキャスの人はね、引き続き後で見れば、疲れ切った顔わかると思うんだけど。まあ、こんな感じで、初めて YouTuber さんからね、プレゼント、当たっていただいたので、ほんとなんかこれ持ってると、私もチャンネル登録がね、こう、右肩上がりになるんじゃないかな、なんて。すごい、あやかり商品だね、これ。ほんと。ほんと大事にしますね、これね。ありがとうございます。そのうちね、ここに、ウームとか、YouTube のシールが貼れるといいよね。そしたらね、またその時には、このファイル、紹介しますね、使いこなしてんの。ではどうも、なりわさん、ありがとうございました。ではね、またちょっと動画アップサボってて、ごめんなさいね、言い訳動画ばっかりで。今日は、70歳の YouTuber のなりわのチャンネルさんから、
プレゼント、届いた動画でした。ちょっと見えにくいかな。ではまた、チャンネル登録ね、お願いします。バイなら。